元気にって言われたんで。そうですね、元気、はい、今回は大好評の榎並先生のもぐもぐ企画です。もぐもぐ企画多いですね最近は。もぐもぐがねやっぱりね皆さん見たいみたいで、やっぱり富士山のワークの時以来公開ですね。爆食、爆食。こちらの差し入れのお弁当、こちら高級、どういったお弁当ですか大島さん。これはですね、日本橋にあるお弁当屋さんの弁松っていうところで由緒正しき弁当です。100年以上創業から続いている弁当で、あの茶色くて味が濃くて、ほんと弁当の中では王道の弁当ですので、ぜひ皆さん食べていただきたい。なんか食レポできそうですよね。これ両方ですね。両方、あるんですけど2種類あって、一つがタコ飯です。で、一つが赤飯の弁当で、両方と具はそんな変わらないんですけど絶品なので、開けていただいて、ちょっとどっちがどっちか忘れちゃったんで、もうこれ運の話になっちゃうんですけど。先生的にはどっちが好きですか、赤飯とタコ飯、どっち食べたいですか。量を食べるならタコ飯で、たまに食べたくなるのは赤飯。まあ両方開けていただいて、残ったら僕が食べる。出た食べたいシステム、食べたいシステム。多めに買っておいて私に選ばせるっていう体にして自分がいっぱい食べたいんですよ。本当なんだ。完全に高齢化しますねこれ。またすごい開け方してる。あ、赤飯だ。赤飯。いいことありますよこれは。タコ飯最初にちょっと期待してたから。これをまずすらして。じゃらん。あ、すいません、これ消化でした。タコ飯売り切れちゃった。ごめんなさい。あ、でも生姜はめちゃくちゃ美味しいです。どう思います、タコ飯か赤飯でしたってさ。これ、本気本気のやつ、すいません。違いました、すいません。本当にすいません。タコ飯か赤飯って言われて、タコ飯食べたいって開けたら、タコ飯ない。生姜ご飯か赤飯。あ、選ばせてくれるんじゃなくて、余り物が私。違います。なるほど。違うんですよ。なるほど、そういうパターン、ね、違うんですよ。なるほどなるほど、まあよくわかります。違います。この生姜のご飯めっちゃうまいらしいです。よし、まずは一口。じゃん、こっちじゃん。いただきます。お願いします。うん、辛くない、うん、高級なガリみたいな味します。なんか高級なガリって、あのガリの甘さとか酸っぱさってないじゃないですか、うん、本当の生姜みたいな感じ。夏なんで、ね、やっぱ爽やかさって意識して。なるほど、タコ飯食べたいな。あの口の中はもうタコ飯を求めてた。はい、タコ食べたかった。もう生姜ご飯も美味しいですか。美味しい。予想以上に美味しかった、うん、ちなみに弁松さん、おかずが絶品で、ちょっと開けていただいて、基本茶色いんですよ。特に椎茸のおすすめ。椎茸大好きです。世界一の美味しいです。あ、里芋も好き。なんかすごい煮詰まった感じ。うん、美味しい。やっぱり歴史あるお弁当。美味しい。これいくらで買えるんですか。これは意外とリーズナブルで1500円ぐらいです。ワンコイン。いや、ワンコイン。ワンコインでは買えないですね。100年の歴史がありますから。でも美味しい。これなんでいいんですか。はい、大丈夫です。でも食べたいと思った方は。里芋美味しい、うん、里芋食べた。これタケノコですか。これはタケノコです。うまいっすよね。おいしい。白米欲しい。ああ、生姜ご飯じゃなくて白米、ホクホクの白米が欲しい。白米かタコ飯が欲しい。あ、これ違う。タコ飯は別で欲しい。白米バージョンもあったんですけど、気を照らってしまった。まあ、でも白米は
どこでも食べれるじゃないですか。タコ飯食べたいですよね、やっぱ。うまいですね、今回は。スイーツも用意してますね。そうなんですよ。うまい。卵焼き。東京のデパート。箸が短いですね、これ結構。なんか、シャッフルされてません？いや、されてないです。丁寧に運んでます。マジで。シャッフルされてません？いや、してないです。こんなに上の蓋にこびりついてることあります？振るますかね？ちょっと入れちゃったかもしれない。そうですね。どんなことあります？美味しい。でも、レクチェルところって正直卵焼きが一番美味しいですよね。食べます。全然話聞いてないです、あの人。タコ飯もくれないし、タコ飯もくれないし、デザートもフルフルシェイカーされてるし、違う卵焼き食べて美味しいって言ったのに、あるんでどうぞって食べたから言ってるじゃないですか。ね、話も聞かない。本当ね、最近ダメです。あの、慣れてきたからかひどいです、扱いが。自分の話するし。そう、自分の話しかしないです。で、モテるために自転車買うって、もうそこがもう根本的に間違えてます。これもう独身で生涯終えます。太っちゃったし。植物化してますもん。グラキです。あと最後にちょっと食べてもらえない魚。あと食べるのいいですか。魚は好きっちゃ好きなんですけど、そんなに食べないです。そんなにお腹空いてなかったらやっぱ美味しくて食べちゃうんです。お腹空いてなくても目の前にじゃしゃって食べてる。フルフルシェイクのスイーツってどれですか。見てください、このいろんなとこにこびりついたマンゴープリンです。違うんですよ、これめちゃくちゃいいとこのものなのに、フルフルシェイクされたこのかわいそうなマンゴープリン、私のために買ってきてくれたのにフルフルシェイカーして渡されたマンゴープリン。今日結構機材が多くて結構入れちゃったんですよ。結構、まあ、滑らかって書いてありますから、このマンゴープリン、まあ、胃に入っちゃう味ですけど。じゃあこの生姜ご飯とおかずとこれ全部混ぜて食べれます。でも胃に入ったら一緒ですよ。すいません、僕が間違えました。早いな。ちなみにこれ今回ご用意させていただいたのが、東京大丸で買わせていただいた千匹屋さんの由緒正しき高級フルーツ屋さんの最高級のマンゴープリンをご用意させていただいています。なんか絶対もっと綺麗なはずなのに、これもうお店から怒られます。マンゴー好きですか。フルーツは好きです。じゃあいいですね。でもプリンであんま食べたことない。でもこれほぼマンゴーです。プリンじゃないです、マンゴーです。マンゴープリンって書いてあります。それでは、そういうもんなんじゃないですか。すごい、これ溶けちゃうじゃないですか。車で溶けたんじゃないですか。そんなことはないです。いや、保冷剤入れてましたよ、保冷剤。え、こんな、あの、そうそう、本当に、うん、本当大丈夫です。いただきます。いや、味は絶対美味しいですよ。そういうもんじゃない。マンゴー美味しい。美味しいですか。千匹屋のマンゴーやっぱり美味しいですか。美味しいです。フルーツめちゃめちゃ美味しいです。好きなフルーツはシャインマスカット。前も言ってた。梨、桃、この時期梨ですよ。梨です。梨大好物なんですよ。梨はもう一生食べてられる。そしたら次回に千匹屋の梨買ってみます。で、しかもちゃんとキンキンに冷やしてみます。お願いします。あのちょっとみずみずしいやつ。わかりました。千匹屋なんでね、ちなみに生クリーム食えます。あんま好きじゃない。フルーツ単品の好き。フルーツ単品の方が好きですか。何ケーキが好きですか。だからフルーツが好きなんです。わかりますよ。フルーツも用意しますけど、ケーキ系もあった方がいいんじゃないかな。ポッピングシャワー。サーティワンですね。
アイスです。アイスね、持ち運びが大変だ。稲見選手にこういうの、ここのこういうスイーツ美味しいよとかね、そういったコメント待ってますよね。はい、はい、待ってます。たくさんコメントしてください。いいね、グッドボタンもお願いします。バイバイ。最後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をします。楽天ゴーラより全国約2000施設のレッスンスクールを検索できるサービスのご紹介です。一人で悩んでいる方も専門家のアドバイスでゴルフがさらに楽しくなるかもしれません。ぜひ検索してみてください。概要欄に URL を貼っております。予約もできますので、ぜひ自分に合ったスクールを探してみてください。これからも応援してね。バイバイ。